はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ARK の恐竜解説ユタラプトルということで、このゲームの中でね、ユタラプトルどういう恐竜なのか見ていきたいと思います。で、まずね、こいつはね、島の南側とかね、比較的安全度の高いエリアにも住んでいる、まあ肉食の恐竜で、大体こうね、サーバーに入ってきたプレイヤーをね、1回ぐらいぶっ殺すっていうね、まあちょっと厄介なやつなんですが、まあその代わりにね、テイムするのもね、こうやって自分のペットにするのもね、かなり楽で、まあテイムするとね、使い勝手のいい肉食恐竜として、まあ序盤から中盤ぐらいまでをね、支えてくれるキャラかなっていう感じですね。まあ終盤になるとね、サーベルタイガーっていうね、島のこう北側とか山のね、山岳地帯にも住んでる、まあもうちょっと危険なやつがいるんですが、まあそいつの方がね、基本的にこう、なんていうんですかね、全ての性能が上なんで、まあぶっちゃけ上位互換っていうね、ユタラプトルはそろそろいいかなみたいな、まあそんな感じですが、こいつはね、このユタラプトルは200何レベルなんで、めっちゃ強いです。パネ強いです。うん。で、大体でもね、島の南側で普通に現れるユタラプトルは、まあ基本的には20何レベルとか、まあ高くても60とか70ぐらいだと思うんで、いきなり200レベルのは出てこないと思うんで、まあ大丈夫ですがっていう、まあそんな感じですね。で、まあこいつね、比較的テーマをするのも楽なんですが、テーマをしてもね、微妙な欠点もいろいろあって、まあ基本的にサーベルタイガーより弱いっていう根本的な問題はいいとしても、攻撃範囲が狭いんですね。攻撃に関して言うと、攻撃の出は早いんですが、この、なんていうんですか、コンパクトでね、すごく素早く出せるんですが、なんていうんですかね、まあ、攻撃範囲が狭いんで、ああいう道道とかね、こういう水中のシーラカンスとかを狙おうとするとね、こちょこちょこして当たらなかったりとかね、まあ、移動速度が速いので、操作が若干難しくなってしまったりとか、まあ、そういう微妙な欠点はあるって感じですね。まあ、ちなみに、あと、見ての通りですね、水中のね、移動速度はトロイっていうね、陸上はね、めっちゃ速いですし、まあ、レベルがね、高いんで、移動速度に振ってる分、さらに速くなるんですが、まあ、陸上はこうやって速いんだけどね、まあ、水中はそんな強くないからね、あまり水中で喧嘩打っちゃダメだよっていうね、まあ、そういう感じですね。で、あと、微妙にジャンプできたりとかするのもね、まあ、強みっていうね、うん、微妙にジャンプできるし、ジャンプしながら飛ぶとね、めっちゃ速いんだけど、スタミナの消費がパネーっていうね、うん、まあ、こんな感じですね。で、あとね、まあ、ユタラプトルの特徴として、まあ、言えるのが、攻撃の出が速くて、こういう、移動速度も速いんで、まあ、こういう感じでね、まあ、こういう肉食恐竜とかには、まあまあ、微妙な感じになりますが、これぐらいだったら、なんか力で押しちゃった方が楽な感じがするんで、結局力押してるんですが、あんまりこうやって喧嘩売るとね、ユタラプトル多分ね、これ20何レベルとかだとね、返り討ちにされるんで、こういう使い方はやめた方がいいんですが、トリケラトプスとかね、基本的にそんなに移動速度が速くないターゲットに対してだったら、まあ、なんていうんですかね、通り魔的にね、こう移動しながらダッシュして、こう一瞬、こうすれ違う瞬間に攻撃して、まあそのまま走り抜けるっていうのをね、繰り返す、ヒット&ウェイするっていうのがね、まあ意外と使えるっていうね、まあプテラノドンとかもできますが、まあユタラプトルも移動速度が速いから、まあ正面衝突ね、こうやって勝ち合うスタイルじゃなくても、まあできるっていう、まあそういう感じですね、ユタラプトルくんね。まあ意外と本当になんていうんですかね、序盤からテイムできる、10何レベルとか20何レベルでテイムできると思うんで、まあ本当に使い勝手がいいっていうね。まあそんなやつですね。で、当たり前ですが、こいつがね、回収できるのは肉ばっかっす。うん、肉とかはばっかっすね。まあ草食の恐竜じゃないんで、岩とかね、草とか攻撃しても何も手に入んないです。うん、まあとりあえずね、木とか邪魔だったら多分壊せばいいんですが、まあ岩は壊せないんですけどね。まあ何もできないんで、こいつだけでね、長距離をずっと移動し続けるっていうのは大変っていうね。生に食わないといけなくなるからっていうね。まあそこら辺は微妙に欠点ですが、まあ、序盤から手に入ってね、まぁ、ちょっとしたこう原付きみたいなね、まぁ、こいつやったら早いですね、本当にね。200何レベルもやっぱ強えな、みたいな。こんな早くねえからな、60何レベルとか多分ね、こんな早くねえぞっていうね。まぁ、比較的ね、なんていうんですかね、まぁ、近隣をパトロールしたりとか、まぁ、そういうのには意外と使えるっていうね。で、この草食恐竜版みたいなのがイグアノドンですよね。移動が速くて、で、まぁ、一応攻撃できて、みたいな。で、あとジャンプできるみたいな。イグアノドン、まぁ、若干似てるっていうね。イグアノドンの場合、肉食じゃないんで、直接肉は取れませんが、まあ、草とかが取れるんで、ベリー系を食ってね、それだけで息つなげば、まあ、超長距離も移動できるので、っていう、まあ、そういうところですかね。でも、まあ、基本的に多分、さすがにイグアノドンと多分、ユタラプトルだったら、ユタラプトルの方が攻撃力はあるんで、まあ、自衛戦闘、戦闘する分にはね、ユタでもね、ユタの方が強いかなっていうね、まあ、そんな感じですかね。こうやってね、喧嘩打ってもね、駆け抜けるっていう手があるので、まあ、いろいろできるっていうね。うん。まあ、そんな感じですね。あと、この敵の、このトリケラだったら、この、なんていうの、腰の部分。後ろ足の部分とかにこうやって入り込めばはめられるので、まあいい感じに攻撃したりとかね。まあ使い勝手っていうか使い方によってはいろいろできるっていう、そういう感じですね。もう目回るわ、本当にこんな画面。この画面、目回るマジで。マジパレーみたいな。移動速度半端に速いっていうね。
まあ、そんなやつですね。はい。で、まあ、とりあえずね、ユタラフトルっていうのは、まあ、すぐね、テイムできる。まあ、比較的ね、パチンコとかね、麻酔屋とかでもすぐテイムできる。まあ、使い勝手のいい恐竜で、その代わり、島の南側とかにも生息してると。で、上位互換としてはサーベルタイガーっていうのがいるけど、サーベルタイガーはなかなか強いし、なかなか出会えないですね、序盤はね。で、まあ、ユタラプトルのサドル。まあ、サドルはね、何かにつけてつけといた方がいいんですが、この乗るやつですね。サドルこれ防具としての機能もあるんで、まあ、なんていうんですかね、ユタラプトルのサドル15レベかな。で、それで作れるんで、まあ、作っちゃった方がいいですね、これね。うん。革110個、繊維65個、木材20個なんで、まあ、革110個、最初集めるのめんどくさいかもしれないですけど、まあ、そんなに、まあ、全然めんどくせえってことでもないんで、全然めんどくせえっていうか、なんかすげえめんどくせえわけでもないんで、まあ、まあ、ユタラプトル多分絶対使うと思うんで、まあ、1個ぐらいもうなんかユタラプトル出会わなくても作っといちゃった方がいいかなっていう、まあ、そんなやつですからね、ユタちゃんね。ちなみにね、言って、ダメージを受けた時はね、この肉を食わせることに無理やり回復させられることができるんで、ユタラプトル連戦続きになるとね、ユタラプトルやっぱ HP が微妙に低いんで、連戦続きになるとね、おい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 ってなりますが、まあ、そんな時はね、こうやって肉を回収して、で、隙を見て肉食わせまくって、食料ゲージがね、行き過ぎても食わせまくると、体力の HP の回復が早くなるんで、まあそうやってね、重い重いっていうね、録画も重いしね、このゲームも重いからね、PS4 版にした時どうなるんだろうっていうね、この不安ありますけどね、画質を落とすのかなみたいな、よくわかんないですけどね。重いからね、これね、パネル重いですからね、パソコンでもかなり重いからね、まあサーバーによるけどね、そこら辺の重さはみたいな、あと場所によるっつね、まあいいや、その話はさておき、まあこうやってね、隙を見てですね、体力が減った時は、肉を食わせまくってね、回復させると、まあ、手っ取り早いという感じですかね。ユタラプトルちゃん。まあ、とりあえずこれで、まあ、一通り話したかなっていう感じですね。あとはね、キブル。好みのキブルとかね、パラサウロロフスのね、合ってる？パラサウロロフス。まあ、なかなか名前がね、言い難いことこの上ないですけど、キブルとかで早めにテイムできますが、テイムするっつってもね、ぶん殴ってこいつに適当に生肉詰めとけば、多分すぐテイムできるんで、まあ、ぶっちゃけそんなテイムするのも大変じゃないっていうね。まあ、そんな感じですね。ユタラプトルね。で、ちなみにね、あとこれだ。そうだそうだ。言い忘れちゃいけないこと。ユタラプトルとアルファーシュっていうのがいます。アルファーシュは絶対に喧嘩打ってはいけません。それは特に序盤ね。ユタラプトルがこのサイズですが、アルファユタラプトルはこれよりも、もう二回りぐらい大きいですかね。もう一回り大きいっていう風に説明する人が多いと思うんですけど、まあなんか体感的にはもう二回りぐらいでかいです。はい。で、アルファーシュはね、もう明らかに赤く光ってますもん。なんかね、こう、ホタルみたいに光ってるもんや。なんか、トサカラ編とかがですね、もう赤く光ってて、すげえやばいっす。パネー強いっす。このユタラプトルより多分強いっていうね。パネー強いっす、本当にね。大体こう、崖の上から、なんか崖上にはめて、なんか上からライフルで撃つとか、そういうことしないとやれないぐらい強いんで、序盤にですね、てか序盤でも中盤でもアルファユタラプトルを見て、まあ中盤の人は分かってると思うけど、アルファユタラプトルはマジやばいっす、本当にね。アルファ T-Rex とか、まあそこら辺は出ませんが、なかなか。アルファユタラプトルはね、ちょくちょくね、島の南側でもこういう危険度の高い地域だって出てくるので、ここら辺の地域も出てくるんで、アルファユタラプトルはマジ喧嘩打っちゃいけないから、本当に。パネ強いから、ユタラプトルの火じゃねえからっていうね。しかもテイムできねえから、アルファーシュってっていうね。まあそういう感じですね。しかもアルファユタラプトルはね、まあ AI がね、複雑化されていて、普通のユタラプトルよりもちょっと賢いってか、複雑な動きをするんで、賢いかどうかは別の問題だね。複雑な動きをするんで、まあその代わりはめられるけどね、普通にね、崖上から。ここの、例えば、この画面で言うとね、右後ろかな、あっちのなんか崖の部分があるんですが、そこの崖にはめたりとかしてね、ライフルで撃てばやれるんですが、まあとにかくだね、アルファユタラプトルはマジで喧嘩打っちゃダメだっていうね、建造物普通に壊すしみたいなね、基礎の建造物バリバリ壊すからダメだぞみたいなね、こいつですね、アルファユタラプトルね、まあこんな感じで喧嘩打ってます、大体こうやってね、野生のやつだとね、アルファシュじゃねえや、こいつは多分25レベルなんで、余裕で倒せるっていうね、多分草食動物を襲って取ったやつが入ってるっていうね。まあそんな感じですね。アルファユタラプトルね。まあアルファユタラプトルじゃねえ。ユタラプトルね。まあ何はともあれですね。まあこいつはね、まあ一通りまた、ちょっとまたこうやってやたら湧くね。こうやってね、まあやたらこうやって喧嘩を仕掛けてます。ピオミアにね。バリバリこうケツからかじりついてますけどね。まあこんな感じでね。まあ、ユタラプトルはマジ好戦的だからね。大体こいつマジ本当に襲ってくるから、みたいな。日中も夜もね、バンバン来るんで。もう最初は厄介ですね、本当にね。まあでも、そんなに強くないからね、まあぶっ倒せばいいよっていう。多分矢でも普通に殺せる、弓でも多分普通に殺せるんで、まあ鬱陶しかったらね、なんかテイムできねえけど、なんかユタラプトルにやたらボコボコにされてんだが俺の家っていうね、例えば藁の家とか作って、なんかやたらユタラプトルに攻撃されてるっていう時は、まあぶっ殺しちゃった方がいいかもしれないですね、もうそういう時はね。
まあ、そんな感じです。ちなみにどう頑張ってもね、なんか移動速度が超速いキャラとかだと、まあ、ここら辺無理やり崖の上とか登れることありますが、こいつはそんなになんかジャンプしてもね、イグアナドンのジャンプって塀越えるんですよ。恐竜の普通のね、あのゲートだったら越えられるんですが、あそこのゲートですね、あのゲート越えられるんですが、まあ、そこまで高さはねジャンプできないんで、ジャンプするとこう前にジャンプする感じになるんで、移動速度が速ければこうやってブーストみたいな感じで飛べますが、垂直方向にはそんな高飛びはしてないんで、まあそんなに高い障害物は乗り越えられないって感じですかね。ベゼルブホとかイグアナドンとかね、あのね、あとカンガールとか余裕で越えるからね、まあ、そういう感じですね。うわ持ってったよあいつ持ってきやがった俺の松明。まあいいや、まあそんな感じですかね、ラプトルはね。まあ確かにね、まあ本当に、まあラプトルね、肉食恐竜で使い勝手のいいやつってのはね、まあ序盤手に入るのがこいつぐらいなんで乗れてね。まだカノだよね、カノタノサウルス。あいつら辺なんで、まあ、まあまあって感じですかね、こいつはね。戦闘用にもね、騎乗用にも移動用にも荷物持ち、ちょっとした荷物持ちね。ステゴとかトリケラとかの方が基本的にいっぱい荷物持ってるんで、まあ序盤とか、あとカメとかね、あそこら辺になると思うんで、そんなに大量の荷物を持たせることはできませんが、まあ、まあ、まあまあ原付きですよね、本当にね。ちょっと攻撃ができる原付きとしてね、まあ広く使うことができるんじゃないかなっていう感じですかね。はい。というわけでね、今回ね、まあちょっと長くなりましたかね、ユータラフトルの解説でした。ここら辺も登れないんだよね、だからね。崖とかうまく使えば多分抜けられるけどっていう、まあそんな感じですかね。はい。というわけでね、今回ね、ユータラプトルのね、恐竜解説いかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。